周りの応援を力に変えてファイト。約1年半の講座、本当に楽しかったです。勉強できたことに感謝。自分を信じて頑張れ。応援してくれた方々に感謝がしかありません。講師を信じて、伊藤塾を信じて、自分を信じて、周りに感謝、感激、雨あられ。メンタルで負けない。目の前にある小さな目標を一つ一つクリアしていけば必ず合格できます。伊藤塾さんのおかげで長丁場の試験でしたが、最後までやりきることができました。本当にありがとうございました。絶対に諦めない。支えてくれた皆さんに感謝です。辛いことが多かったんですけど、頑張ってよかったです。ありがとうございました。最後まで諦めない。自分を信じて、講師を信じて。皆様ありがとうございました。おかげさまで合格することができました。はい、健康第一、休息も立派な勉強です。頑張ってください。新年天気 TV。 諦めずに最後に伸びる。毎日コツコツが大事です。応援してくれた家族の皆さんに感謝です。ありがとうございました。はい、忍耐継続して最後まで粘る。はい、よかった。睡眠、全面協力してくれた家族に感謝。最後の最後まで気になるのです。1. 勉強方法を学ぶこと。 2. 自分自身を否定しないこと。 3. 最後まで諦めないこと。この3つが合格への近道です。合格の時は必ず決まります。勉強を継続することです。明日死ぬかのように生きろ。永遠に生きるかのように学べ。働きながら合格するためには、する地道に実力をつけることが一番。ほっとしました。頑張ってきてよかった。強い意志と感謝、ありがとうございました。応援してくれた家族に感謝です。諦めなければ絶対に合格します。支えてくれた皆さん、ありがとうございました。基礎が全て、技術知識は面白くなってからが勝負。続けることも才能の一つかな。諦めたらそこで終わり。夢つかめるまで諦めない。そして家族に感謝。考え抜く力。空欄があっても諦めずに次に進む。悩みすぎずに切り替えて次へ進む勇気を持つことも大切です。テキストを信じて繰り返す。諦めない心。諦めずに淡々と。自分のペースを大切に。諦めない。家族のサポートに感謝。悔いなく毎日を楽しく生きる。その日やるべきことをコツコツと。諦めないでよかった。ご支援ありがとうございました。合格まで走り続けられたことに感謝です。忍耐と努力が実を結んだと思います。ありがとうございます。はい、諦めないことにつけると思います。合格できないと思って落ち込んだ時もありましたが、諦めなくてよかったです。わかりました。感謝。司法書士試験はマラソンみたいなものだと思うので、普段は淡々とやって、最後の、ゴールが見始めたら2ヶ月頑張って必ず受かりますので、次はあなたの番だと思います。頑張ってください。最後まで諦めない。感謝しかありません。ありがとうございました。 To do or not to do。 感謝の気持ち。私は8回受験しました。皆さんも頑張れ。